皆さん、こんにちは、モノモースです。今日のトピックはまさに奇跡の瞬間と言っても過言ではありません。パリゴリンの体操男子団体決勝、日本チームが2大会ぶりに金メダルを獲得しました。このニュースをお伝えするだけでなく、この大逆転劇の裏にあるドラマと、その意義についてもお話ししたいと思います。まず、ニュースの概要を簡単に振り返ります。日本チームは前半の3種目、アンバーツリは、超馬力戦士、一時は5位にまで交代しました。しかし最終種目鉄棒での橋本大輝選手の素晴らしい演技が見事に大逆転を 引き寄せ金メダルを手にしましまたこのことからわかるように、スポーツは本当に最後まで何が起こるかわからないものです。では、私の主張を述べさせていただきます。この大逆転劇は単なるスポーツの勝利に止まらず、現在の社会全体に必要とされるメッセージを提供していると考えます。それは、諦めない心、いや、チームとして協力する力、の大切さです。なぜなら、この逆転劇は単なる個人の努力や技量だけでなく、チーム全体の結束力と支え合いがあって初めて成し遂げられたものだからです。苦しい状態でも最後も まで諦めめずに前にに前進むこととそのののためにはメンタルの強さや仲間との連携が重要です具体例として、橋本選手があまでミスをした後でも、仲間たちが彼を支え続け、最終的には他の種目でカバーし合った姿が印象的でした。さらに注目したいのは橋本選手のスポーツマンシップです。鉄棒での演技後、観客が歓声を上げる中で、静かに、というジェスチャーを見せた場面。これは彼の冷静さと相手への配慮を示しています。スポーツは勝敗だけでなく、その過程や選手の姿勢も大切だと感じました。もちろん 反論として、運が良かっただけという意見もあるかもしれません。しかし、運も実力のうちと言われるように、運を引き寄せるだけの努力をしてきたからこそ、この結果があるのです。橋本選手の努力やチーム全体の精神力があったからこそ、最後の運命の瞬間に勝利を手にすることができたのです。まとめとして、この金メダルの意味は単なる勝利を超えて挑戦し続け、諦めない精神の重要性を再認識させてくれました。スポーツとしても非常にエキサイティングな瞬間であったのは間違いありませんが、それ以上に私たちが学ぶべき教科 君たくさん詰ままっています皆さんも日常生活で困難に直面した時、この日本体操チームの姿を思い出してみてください。前向きに、そして仲間と共に挑戦し続けることで不可能を可能にする力があることを忘れずに生きていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。